わら人形に五寸釘が。ここで誰か牛の国参りをやったんだ。本当だ。今でもこんな非科学的なことをするやついるんだな。え？お前信じてないの？ああ、こんなの効果ないよ。いや、大昔から現代までこうやってやってるやつがいるんだから、きっと何かしらの効果があるんだよ。そんなわけないよ。こんなの聞くわけがない。お前、なんでそんなに呪いを否定するんだ？だって、お前、まだ生きてるじゃないか。なあ、長竹山にある手の妖怪が出る穴知ってるか？手の妖怪が出る穴？何それ？なんでも、穴から手の妖怪が出て、人を引きずり込むそうだ。その手を見たら、必ず見つかってしまい、100% 捕まるそうだ。それで、穴の中で殺されるんだってよ。え？本当かよ。ねえ、それ見に行ってみない？よし、行ってみよう。これがその穴？ああ、思ったより普通の穴だな。はあ、はあ、はあ、まさか本当に出るとは。ああ、なんとか逃げ切れたな。なあ、あれ見たら 100% 捕まるんだろう。ひょっとして俺たち、あの手の妖怪から逃げた人、第一号なんじゃないの？中竹さんは九死に一生を得たような経験があるそうですね。ええ、昨年飛行機の墜落事故があったでしょう。あの飛行機に乗るはずだったんです。ええ、でも用事で遅くなってしまって乗り遅れたんですよ。その時は間に合わなくてがっかりしましたけど、後でテレビを見てびっくりしました。それはすごい。命拾いしましたね。ものすごい幸運じゃないですか。そうですね。でも幸運はそれだけじゃないんですよ。え、他にも何かあったんですか？ええ、妻は間に合ったんです。明日遠足なのにこのまま雨だって。お母さん、てるてる坊主作ってよ。もううるさいわね。作ったわよ。ほら、これでいい？ダメだよ。そんな小さなてるてる坊主じゃ神様が晴れにしてくれないよ。え？じゃあこれでいい？それでもまだ小さいよ。そんなんじゃ明日晴れないよ。もっと大きいの作ってよ。もううるさいわね。ほら、こんな大きなてるてる坊主作ったわ。これなら文句ないでしょ。やっと静かになった。君は三途の川が本当にあると思う？正直僕も信じてなかったんだけど、実際に見たんだよ。いつだったか僕トラックとぶつかっちゃってさ、気づいたら綺麗な花畑にいて、そこに大きな川が流れてたんだ。これ三途の川じゃないのか。渡ったら天国行きだ。怖くなって逆方向に必死で走ったよ。今思うと、あの川、本当に渡らないでよかったよ。だって、こうして、君についていられるんだから。なあ、今やってたテレビのニュース見た？いや、見てないけど、何？お前が引っ越す前に住んでたアパート、あの部屋の壁から遺体が見つかったらしい。え？マジかよ。うん、死後かなり経ってるらしくて。お前が住んでた時期とも被ってるよ。え、本当かよ。まだ犯人捕まってないんだって。怖いな。いや、怖いなって。俺そんな女が見られてるの知らないでその部屋に住んでたんだぜ。そっちの方が怖いよ。確かにそうだな。まだ犯人捕まってないみたいだから気をつけような。ああ、じゃあまた電話するよ。じゃあな。ああ、まさかうちの近所でこんな事件が起こるとは。ん？あいつなんで殺されたのが女だって分かったんだろう。
なあ、この店隣に闘技場があるだろ。だから倒された牛の新鮮な食材が手に入るからさ、オスの股間の玉を料理したものが名物なんだよ。そんなもの食えるの？なんでも精力アップになるらしいよ。でも珍しいね。頼んでみようよ。お待たせしました。あれ、今日のはやけに小さいな。ひょっとして今日の闘牛、お牛と戦ったのか。情けない闘牛士だな。はい、本当に情けない闘牛士でして、牛の方が勝ったんです。自分で言うのもなんだけど、俺はかなりモテる。本命の彼女はいないけど、今もたくさんの女と付き合っている。今日も合コンでお持ち帰り成功だ。まあ遠慮しないで上がってよ。うん、お邪魔します。ちょっとあなた、彼女いないって言ったじゃん。私をバカにしてるの？あ、帰っちゃった。なんだ。他に女がいるのがバレないように写真なんか貼ってないし、持ち物だって置いてない。それどころか長い髪の毛なんかあったら大変だから、コロコロだって頻繁にかけている。それでもわかるなんて、何か女を匂わすものでもあったのかな。女の勘ってすげえな。あの、すいません。はい。このホテル、なんで僕が泊まってる部屋だけ宿泊代が半額なんですか？それは、まあ隠しておいてもしょうがないですね。実はお客様がお泊まりする部屋で、先日人が亡くなっておりまして、だから宿泊代金を半額にしているんです。ああ、そうなんだ。道理で変な気配を感じると思った。何か感じましたか？誠に申し訳ございません。しかし現在満室でして、代わりの部屋が用意できないんですよ。ああ、それは別にいいですよ。でも次にこの部屋に泊まる人はラッキーですね。え、なんでですか？さらに半額になるから。社長、自助伝を出版するって噂を聞いたんですけど、本当なんですか？ああ、鷲宮君、そんな話を聞いたのか。そうなんだよ。私が社長になるまでにした苦労や、会社を持続させるための経営術なんかを今の若い奴らに教えてやろうと思ってね。文章にまとめて本にすることを考えてるんだ。いや、素晴らしいですよ。それは早く読みたいですね。いやいや、鷲宮君、気が早いよ。わしもまだ現役の社長だ。今後さらにすごい功績を残すかもしれない。だから本の出版は私が死んでからだよ。だから早く読みたいんです。中岳雄の不思議なショートショート総集編、いかがでしたか？チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。